パリ・サンジェルマン最新ニュースクリス。イアーノ・ロナウドが凄す,すぎる点39歳とは思え。イ。サウジプロリーグ第26節。アブ・ハクラ。タイ・アル・ナスルの試合が1時間3日に行わ。アル・ナスルが8、0の勝利を収めている。ナスルの39歳のポルトガル代表フォワード・クリスティ。ノ・ロナウドが2戦連続ハットトリックを。ナシタ。 リオネルメッシの記録を抜く可能。があると、米メディア、ボラビップが報じてい。PSG 参戦の欧州 CL はワウワウで全試合独占配信中。初回1ヶ月。寮でお得に見られるワウワウに加入 PR 現地時間3月30日に。割れたアルタイ戦でフル出場を果たし。トトリックを達成したシーロナウドは、この。 先発出場点11分に直接フリーキックから先制。を決めると、21分にも再び直接フリーキックか。追加点を決めた点33分に味方がゴールを決めた。42分にも得点したシーロナウドは2試合連続で破。トトリックを達成している点44分には味方の後。ルをアシストし、ハーフタイム中にメシャリ。アルネメルと交代してベンチへ下がった。 ノアもゴールを量産したアルナスルは8、0。大勝している。アブハ戦を終えた時点でシーロ。ウドは今季公式戦35試合で36得点1にアシストを負う。屈したことになる、同メディアは39歳にしてこ。個人成績は世界中のファンや専門家を驚か。テール、この年齢では前例のないことだと評。続けて、 アブハ戦で2本のフリーキックを決め。シー・ロナウドはキャリアを通じてフリーキで63ゴールを決めている、今、アルナスルノス。は、メッシがこれまでに達成したフリーキックでの65ゴールにあと一歩のところまで迫っていると報じている。両 PSG コラムニュースパリ。ジェルマン・フランスリーグ暗号収差。海外サッカー。